はい、サンロレンツ心斎橋東はい、行きます。宅配ボックスと、ここね、ドアなってるんですけど、虫がいますけど、ここね、シーゴポストですね。タコハイボックス、こんな区画に用意してるんですよね。中入ったらこれね、こんな感じで、チャリ置き場があるんですけど、若干ちょっとね、乱雑に置かれてますね。一番向こうにこれね、一応こういうね、お客さん来られた際のね、こういうテーブル用意してますけど、ちょっとね、これね、自転車いっぱい置いてあるんで、なかなか使えないと思います。これコンクリートチッパーのマンションですね、これね。おしゃれ。おしゃれですね。はい、サンロレンツ、続き取ってきます。心斎橋東、はい。玄関入って、これね、収納があります。収納。収納ですね、これね。収納ボックス&クローゼット。靴箱兼クローゼットですね。うん。これ広いなぁ。で、もう一つ。クローゼットあります。クローゼットこれいいっすね。よいしょ。うん、で右手に脱衣所洗面の、お風呂があるんですけども、洗面台で、これ棚があって、洗濯パン、はい、でお風呂と、お風呂も綺麗ですね。うん、これいいなぁ。これで7万ですよ。キッチン、一口 IH、 まな板スペース広いです。ちょっとシンクが狭めかなっていうぐらいですね。まあ単身用という感じですね。で、ガス給湯ね、これね、これ、うん、はい。で、収納が大口一つという形です。はい。で、こちらトイレです。トイレ広いですね、これ。トイレ広いですよ。トイレ広いです。ウォシュレットついてます。はい。いいっすね。で、ここのね、敷き、部屋とこのキッチンの敷きが、この、なんか、ちょっと和の感じですね。おしゃれやな。冷蔵庫置き場。うん。冷蔵庫置き場。お部屋あります。広いですね。8.3 畳ありますよ、これ。で、上が、ダウンライト式で、天井はコンクリ打ちっぱになってます。横は壁紙です。横壁紙。うん。これ、いいっすね。おしゃれですね。うん、エアコンついてます。はい、ベランダ出ます。8階ですね、ここね。8階です。ベランダ広いです。ワンケン車広いですね。うん。外の景色こんな感じですね。こんな感じです。うん。いいっすね。なんかね、部屋も広いですよ。んで、あ、これ収納と扉が、あ、こういう風になってるよね。へー。収納あります。収納ね、はい、収納あります。